はい、どうもワッキーです。さあ今日はですね、テイクアウトグルメまたご紹介したいんですけども、過去ワッキー TV で行ったことないお店でございまして、まあ前々から行きたいなと思ってたお店で、看板メニューがね、天丼のお店なんですよ。で今来てるのがね、西新宿なんですけど、場所がね、新宿野村ビルの地下2階、まあ、テイクアウトは19時までやってるということなんで、ちょっとね今から買いに行ってきたいと思います。今日はね、東京は27度ですよ。夏よ夏。今日月曜日ですけど、人はなんかいつもよりは3分の1ぐらいですかね。新宿野村ビルディングの、地下2階、地下1階と地下2階がレストラン街になってて、まあ、ずらーっとあるんですけれども、いつもこの時間は結構人が歩いてるんですけど、全然いないですね。あ、お店ありましたね。天丼天まぶしの天吉屋でございます。テイクアウトは19時までですよね。そうです、19時まで。店内が14時半がラストオーダー。14時半までの15時が閉店。ちなみに僕まだ食べに来たことないんですよ。で前からちょっと食べてみたいなと思ってたんですけど、ちょっとまあこの天吉丼と天むす弁当を、はい、はい、2つお願いします。はい、ありがとうございます。お味噌汁サービスでつけられますので、はい、あ、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ合計で2300円。はい、店内はね14時半までらしいですね。で15時閉店と。で看板メニューがこれですよ、天吉丼。エビ4本にでマダラ、イカ、半熟卵、ナス、インゲン、海苔、まあ、できればねやっぱ店内で揚げたてを食べた方がもう美味しいと思うんで、なんかサービス券もらいました。3枚で半熟卵天か野菜天もらえるそうです。はい、あ、味噌汁は1個につくんですか。そうなんですよ。へえ、はい、ありがとうございます。天むすもすごい人気なんで。あ、そうですか、はい、落ち着いたら撮影の許可とかってどこで取ればいいんですか。全部いいんですか。あ、本当ですか。じゃあ本社の方に、まあ、許可を取れば、じゃあそこが OK だったらもう問題ない、何でも OK。 いくらでも受けます。あ、本当ですか。あ、じゃあちょっと落ち着いたら食べに行きます。はい、ありがとうございます。ちょっと今日はこれで、はい、すいません。ということで天吉屋で買ってきました。もう今すぐにでも食べたいんですけどね、これ今の状態が一番うまいんで、まあ残念ですけど家で食べたいと思います。はい、ということで買ってきました。ただいまです。誰かお帰り行ってくれる。いやね、今日暑いよ。27度、なんか見たら28度ぐらいまで上がったらしいですね。今年一番暑いんじゃないの。ちょっと今日はもう長袖は着れないですね。暑いわ。今日弁当一つに対して味噌汁一つついてくるそうなので、で味噌汁とこれが天むす弁当。まあやっぱ先に天丼からいきたいですね。で今手洗ったんだけど、念のためにまたちょっと除菌を。楽しみだな。うわ、うまそうだな。っていうかもう天丼食べるのいつぶりだろう。来ました、天吉屋の天丼でございます。このね天丼なんですけど、ここにも書いてありますが、全国丼グランプリ6年連続金賞、これぞ王道って書いてありますけどね、まあ、まず全国丼グランプリってあるのがちょっと僕知らなかったんですよね。でこれ天吉屋のホームページなんですけども、見てみると、まあ、こだわりがねいろいろありまして、かなりねご飯やつゆ、それから食材ね、いろいろこだわってるそうで、天吉丼が店で食べると1200円、テイクアウトだと1300円になってますけれども、まあ、あとは天まぶしとかで、あ、これ天まぶしだとご飯おかわり自由なんですね。それではいらっしゃいませ。じゃじゃーん。さっき店で買って30分ぐらい経っちゃったんでね、ちょっとこういう感じの衣になってますけれども、これだけの食材がねありますから、あ、たくあんも入ってますね。これなんかうまそうだな。いただきます。あとまずはやっぱお味噌汁から飲みたいね。最近味噌汁とか飲んでないからな。豆腐とわかめとネギが入ってます。うん、なんか懐かしい感じもするし、天丼屋さんの味噌汁って感じもするし、どっちだよって話なんだけど、まあ美味しいってことですよ。出汁がしっかり効いてて。ちょっとまずはエビからかな。これ2本が1つになってるね。こんな感じでございます。おー、
タレ甘めね。あ、これはもう、うん、エビもプリプリだし衣もいいね。まあちょっとね、やっぱ揚げたてじゃないとカリカリカリっていうのがないんでね、弁当になっちゃうとね、あの半減しちゃうのかもしれないけれども、いやこれ期待値上がるな。店で食べたらもっと重いんだろうなっていうね。うーん、うわ、これは美味しいね。あのね、ご飯も美味しいね。結構もちもちしてて甘みが強いご飯だねこれ。うわ、でもこれエビめっちゃうまい。これ揚げたてで食べたいな。もっとうまいんだろうな。尻尾もね、うん、エビの尻尾大好き。とイカも気になるんだよね。うわ、すごいねこれ。分厚くて肉厚。たくあんをちょっとのけ閉じて、ちょっとこのイカはびっくりですね。うわ、ちょっと待った、ほらほらほら、 こんなですよ。うわわ、すごいな、めっちゃでかい身が、ほら、おお、なんだこれは。天丼で魚の白身食べたことはありますけど、こんなにでかいのは初めてかもしれない。うわ、食べ応えあるね。これもまた店で揚げたてはうまいだろうね。もっとこれ、ナスもすごいでかいのこれ。あ、ナス2つ入ってんな。うまいね、ナスこれ満足度すごいな。一個一個がとにかくでかい。で、そのインゲンもね。で、これ海苔の天ぷらね。うん、あ、おいしい。やっぱ時間が経っちゃってるからね、しなっちゃってるけど、うわー、来ましたー。わわわわ、いやー、すごい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 。半熟卵の天ぷらってうまいんだよね。うまそう。うまいっす。うん、いいね。完食です。いやー、これはね、満足度高い天丼でしたね。ご飯の量もね、まあ、全然大盛りとか何もしてないんですけど、結構ぎっしり入ってて、食材の種類も多彩だし、一つ一つ大きいし、調理されて30分経った状態でこのクオリティだから、これ店で食べたらやばいっすね。でちなみに今胃の具合が8割いかないぐらい埋まってます。で、天むす弁当あるんですけど、ちょっとね、全部は食べられないかなと思うので分けたいと思います。また時間空けて食べたいと思います。ちょっと一応買ってきたんで紹介はしたいと思います。まあ、今日中に召し上がりくださいとなっております。それではオープンです。チャララララララン。おー、すごい、これはいいじゃないですか。うわー、ちゃんとこうね、なんでしょう、付け合わせもしっかりしてるし、これ鴨肉かな。で、卵も美味しそうだな。煮物もついててね。うわー、これはいいじゃないですか。さっき店員さんがかなり注文入ってますよって言ってましたけど、こう分かりますね。このテイクアウトだけの限定なのかなと思うんですけど、お弁当買ってきたよって言われてパッと開けたらこれだったら、もうかなりテンション上がっちゃいますよ。エビが6個で、ご飯もタレが染みてるのかな。うん、これはいい。ご飯がなんかつゆに浸ってるんですけど、エビすんごいプリプリだし、この巻かれてる海苔がうまい。磯の香りもいいし、で、これガリでしょ。おつですね。あ、いいね。これちょっと甘めなガリですね。で、これなんだ、小松菜かな。うん、これすごい脂乗ってるけど、うん、ちょっと卵も気になるな。おお、しっかり出汁が効いてる卵ですね。なんかこう甘いだけじゃないっていうか、とにかく天むすがうまい。時間経ってこれだから、これももう出来たてだったらもうもっとうまいだろうね。あとでちょっとレンチンします。これは美味しい、人気なの分かるわこれ。はい、ということで、天吉屋の天吉丼と天むす弁当、タレの感じといい、ご飯もふっくらしてて、これが店内で出来たてで、これもサクサクサクって食べられるんであると、より
うまいんじゃないかなと思います。店に食べに行くのが楽しみになりますね。で、天むす弁当に関してはもうこのテイクアウトだけでしか食べられないと思うんですけども、自分で買って食べるのもいいんだけど、いただいて食べるのもすごく喜ばれるんじゃないかなと。お世話になってる人にちょっと弁当でも買ってあげようかなっていう時に、この天吉屋の天むす弁当買ってあげれば、あー嬉しい、ありがとうって言葉いただけるんじゃないかなと思います。で、今日は最後にね、めちゃくちゃ嬉しいコメントいただいてまして、ご紹介したいなと思いまして、三田製麺所の唐揚げ紹介した時の動画のコメントで、純子版、これなんて読むんだろうね、レベンじゃなくて、ちょっとごめんなさい分かんないんですけど、もちろん毎回動画見て笑顔になっちゃいますと。まあ、これもありがたいことじゃないですか。夕食をお肉にするときはワッキーさんが食べたものを家で作ります。明日は唐揚げにしようと。他にもね、結構いただいてます。ワッキー TV を見て今日これにしようとか、晩ご飯ね。このチャンネルが皆さんのご家庭の献立になっちゃってるというね。あーもう忙しい今日は、あ、今日の晩ご飯何にしよう、ワッキー TV 見よう、あ、唐揚げ美味しそうに食べてるワッキーさん、今晩のおかず唐揚げ今日も見てくれてありがとう。